おとといの県知事選挙で4回目の当選を果たした川勝平太知事は、今日県庁で当選証書を受け取りました。午前9時ごろ、県庁本館の正面玄関前には職員たちが集まり、知事の到着を待ちました。川勝知事が姿を見せると、副知事や部局長などが拍手で出迎えました。静岡県の歴代の知事で4選を果たしたのは、川勝知事で3人目です。昼前、県選挙管理委員会の立石健二委員長から当選証書が手渡されました。リニアの工事から、この命の水と南アルプスの自然環境を守るということについての大きな期待があるというふうに体中で受け止めましたので、これはきっちりとやり遂げるという強い覚悟と決意を持っております。川勝知事の4期目の任期は来月5日からの4年間となります。